さて今回は先日ツイートで要望になった企画ですね。アドレナリンパックの総評を教えてくれってことで、まあいろいろ話していくんですが、まず最初にアドレナリンパックについておさらいしておきましょう。これ出てくるカードは基本通常パックと一緒なんですが、通常1パック5枚入り176円なのに対し、アドレナリンパックは1パック8枚入りなんとお値段1100円。パック単価だとデュエマ史上ぶっちぎりの1位です。しかし当然その分内容も豪華になっております。まずは封入率、こちらシークレットレアや金トレジャー銀トレジャーといった高レアリティの封入確率が同じ金額分通常パックを買った時よりも高くなっています。また1枚だけアドレナリンパックでのみごく稀に出てくるカードがあります。それがこちらロストリソールの金トレジャー。こちらメルカリ価格がなんと約11万円となっておりますので、カートン買いしてもこれ出てきた瞬間価値格です。さらにはノーマルカードが全てフルホイルになり、ベリリア以上のカードはなんと金文字のアドレナリンバージョンになります。さらにさらにイラストに文字が入ったジョイレア、通称アドレナリン X バージョンまで封入されております。ちなみにこちら一部のカードがクソダサいことで話題になっています。まあ、個人的にクソダサランキングをつけるなら第2位が浪人解放機で第1位がバルペ。ってことで本題、アドレナリンパックの総評に戻りますが、僕は一プレイヤーとしての感想とカードショップ経営者としての感想2つ持ってるんで、まあ両方の視点から話していきます。まずプレイヤーとしての感想からですが、これは非常に良かったです。まあ高レアリティのカードが出やすいのは言わずもがな、全カードフルホイルになってるんで、汎用ノーマルですらバカみたいな金額になってるやつもいるわ、一発10万のカード出る可能性はあるわで、まあ金持ってたらそりゃ買うよなって感じでした。ちなみにツイッターによくあるコメントで、アドレナリンパックを再販してくれってのがいくつかあるんですけど、これは絶対にありません。というのもこのアドレナリンパックって結局初版限定にすることでシングル価格が担保されてるパックなんで、作りすぎると出てくるカードの価格落ちちゃうから本末転倒なんですよ。まあ次回以降初版生産分を増やす可能性こそあるんですけど、再販がないのは変わらないと思います。ってことで、まあここまでが一プレイヤーとしての感想です。次にカードショップ視点の感想ですが、アドレナリンパックは良かったです。うち多分他の店と比べてかなり多めに仕入れたんですけど、もちろん即日完売、まあ次回があったら確実に大量発注しますね。ただこのアドレナリンパック2点ほど問題がありまして、まず1つ目がアドレナリン X バージョンです。皆さんまずはこちらをご覧ください。これアカシックルジョンのアドレナリンバージョンとアドレナリン X バージョンなんですけど、パッと見マジで分かんなくないですか。こいつらカード整理するときにマジでごちゃつくんですよ。あと整理するときによく使う右下の番号も X しか違わないんで、デュエマの知識がない人は普通に間違います。実際俺の知り合いの店、デュエマの知識浅いスタッフ向けにわざわざ見分け用のマニュアル作ったぐらいなんで、これ結構悩まされてる店舗さんは多いと思います。ただまあこっちはそこまでなんですよ。もう一つの問題点の方がだいぶ深刻です。一体何かっていうと、通常弾の売り上げ悪化です。要はみんなアドレナリンパックしか買わないから、通常弾があんまり売れなかったんですよ。まあ確かにパック買うときって大抵の人はそれなりに希望を持って買うじゃないですか。そうなったときに通常弾とアドレナリンパックどっちの方が希望を持てるかって言ったら、明らかに後者なんですよね。しかもアドレナリンパックが売り切れたとて通常弾買うかって言ったら、みんなアドレナリンパックの味覚えちゃったから通常弾意外と買わないんですよ。まあそういった理由から今回通常弾の売れ行きがいつもと比べて明らかに悪い印象を受けました。ただ個人的にはアドレナリンパックを否定する気はさらさらありません。なんなら新年発売日の売り上げはもう過去最高でしたし、個人的にはめちゃくちゃ良かったと思います。しかしまあ現実問題、うちの店今こんな感じなんで、もし次同じようにアドレナリンパック売るんだったら、俺は通常弾の発注は控えめにするだろうなって感じです。というわけで以上、現場からの声でした。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。